こんにちは、石山浩司です。アンティックコイン投資を極めるのコーナーです。今日は2024年中国の金宝飾品小売りに関する洞察は慎重ながらも楽観的だろうということで、1つ目中国の金宝飾品市場の現状、2つ目自己満足的な購入の減少、3つ目消費者の年齢層の違い、4つ目将来への見通しと戦略ということで、4つのテーマでお話をしていきます。1つ目中国の金宝飾品市場の現状ということで、2024年の中国の金宝飾品市場は2022年と比較して低調であり、販売が減少していると。特に第3四半期前半は前年同月比で 6% の売上減少が報告された。これは金価格の高騰と可処分所得の伸びの鈍化が主な要因であり、消費者の購買力が弱まっている。金は依然として市場を支配しているが、全体の消費は弱含み、中国経済の先行きが不透明な中、消費意欲は過去最低を記録ということで、ちょっと前半いい調子で進んでいたんですが、2024年のこの第3四半期ですね、ここに入ってから 6% 減というのが今の状況です。中国人民銀行 PBOC による調査では、消費者の貯蓄意欲は依然としてピークにあることを示しているということで、この緑色の線がカスタマーの状況ということなので、ここ意欲が下がってるっていうところですね。あと水色の方もそうです。で、貯蓄の方が紫の線になっているので、全体として貯蓄傾向が大きく伸びており、逆に購買意欲が低下しているというのがこの図表から見て取れます。そして価値の保存を求める消費者が金投資商品により多くの消費者を引き寄せたかもしれないが、これは投資商品の方に人が移ってるってことですね。宝飾品全般は消費者の消費に対する慎重さに苦しんでいると、要は投資はまるで宝飾品、金の宝飾品はいまいちっていうのがこの結論です。2つ目自己満足的な購入の減少ということで、自己満足的な購入というのは自分用ってことですね。依然として金宝飾品の購入の動機の一つだが、そのシェアは2022年から減少していると。消費者は慎重になっており、特に自己満足のための贅沢品への支出を控えている、自分用の贅沢品を買い控えているってことですね。一方結婚や出産祝いなどの重要なライフイベントでの購入が安定的に続いており、金ジュエリーの需要を一定程度支えていると。2024年の宝飾品小売売上は引き続きゴールド製品が支配的ということで、2022年が左側で2024年が右側ということで、ゴールド製品が59から 66% になっており、水色がプラチナで 5% が 1%、 ダイヤモンドがエメラルドグリーンみたいな色ですね、これが16から9ということで、ダイヤモンドかなり減っているという感じです。なのでダイヤモンド製品のシェア、このまま読んでいくと、売上の 77% がゴールドジュエリーと、主に24金と投資商品であると答えており、2022年の 71% を上回っていると。また他のカテゴリーからの売上貢献は比較的安定しているものの、ダイヤモンド製品の市場シェアは2022年の 16% から2024年には 9% へと著しく縮小していると。ジュエリーを購入する傾向に顕著な変化ということですね。さっき言ったように、これだったら自分勝手って書いてあるんですけど、自分用っていうのが 39% から 27% に減少してるっていうことです。なので、消費者の行動の変化を反映していると。消費に対して慎重な態度を取る消費者は、自己満足のためにジュエリーを購入するなど、必需品以外への予算を減らした可能性があると。さっき言ったように自分用が39から 27% と 12% も減少していると。で、結婚式は逆に 5% 増えていて、でカップルギフトが 1% 増えてるみたいなとこですね。なので人用には使うけど自分用には買い控えてるっていうのが顕著に出ていると。3つ目消費者の年齢層の違いっていうことで、中年層35から55歳はゴールドジュエリーの主な購入層であり、高い収入と贈答ニーズから頻繁に購入していると。一方18から34歳の若者も購入者として重要な役割を果たしており、特にスタイリッシュで手頃な価格のハードピア製品が人気を集めている。この世代は伝統的なヘリテージゴールドにも強い関心を持っている。ここで言うヘリテージゴールドが何なのかちょっと申し訳ないですけど、わからないんですが、そのような傾向がある。
で4つ目、将来の見通しと戦略ということで、中国の経済不安や消費の減少により小売業者は慎重な見通しを持っているが、将来の市場回復に対する期待も根強いと。特に金の保有価値やデザインの多様化が消費者の興味を引き続き引きつけると見られているということで、これやっぱり金の保有価値っていうのがあると思うので、24金に近いものを持つような傾向にさらになるのかなという感じです。またデジタルマーケティングの強化が特に若い消費者層に対して効果的な戦略となるだろうということで、まあこのデジタルマーケティングっていうのは SNS 広告みたいなものですかね。これが若い消費者に効果的な戦略になるのではないかというふうに言われていると。で結論ですね、まあ、中国経済の成長鈍化により積極的な宝飾ゴールドは弱いと。金価格の高騰と可処分所得の伸びの鈍化が理由ということで、まあ、今やはり不動産中心に中国経済がちょっと伸びが鈍っているので、この可処分所得、要は使えるお金が減っているので消費に行っていない、まあ、もちろん金価格が値上がりしているっていうのもあるんですけど、その2つのダブルパンチでちょっと今は伸び悩み気味だなっていうのが中国の市場だというふうに思います。本日の動画ためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。コメント欄にはご質問とかご感想をいただければと思います。動画最後まで見ます。私の LINE の QR コードが出てきます。動画1本ついてまして、5分以上見るとですね、私への個別相談、水曜と日曜日にやってるんですが、 Zoom で個別相談っていうのやってますので、これに通してお金増やしたい人、守りたい人、あと意識の進化装置のホロについて知りたい人、石山がやってる非線形オペレーションっていうセミナー何ですかとか質問とかを受け付けてますので、ぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。